静岡駅から西に2駅の用宗駅から徒歩約10分の用宗漁港。用宗漁港の特産品として有名なのが新鮮な生しらすです。用宗では3艘1組の漁船のうち1艘が取れたしらすをすぐに港に運ぶことで、鮮度が命のしらすを最高の状態で水揚げしています。静岡県大阪事務所の萩原所長は、1年半ぶりに帰省するとすぐふるさと静岡ならではの味を求めて、用宗漁港の直売所に新鮮な生しらすを買いに来ました。はい、それでは生しらす買ってまいりました。今日は100g 350円でした。では早速食べたいと思いますが、せっかくですのでこの近くにある公園に行って食べてみたいと思います。あっちゃー、楽しみなイベントやってる。一人でシラスを食べるわけにはいきませんな。先ほど用宗の公園に行きましたが、家族連れでいっぱいで、なんというかいたたまれず、つい実家の方に帰ってきてしまいました。こちらで用宗の生しらすをいただきたいと思います。画面でわかりますかね。しらすの一匹一匹が光り輝いているんです。ぬめりとかは全くありません。では早速いただきたいと思います。好みによりますけれども、私はお醤油とかなしで持ってですね、このままで持っていきますね。では少し多めにいきます。これです。これが用宗の生しらすです。生しらす甘いんです。苦味とかはありません。非常に一匹一匹がですね、生き生きしてるというかですね、ピチピチしてまして、口の中に海の香り、磯の味というものがですね、広がると、そういう感じですね。いやー、なんか静岡に帰ってきたなという感じがします。いや、用宗の生しらす大変美味しかったです。静岡には美味しいものいっぱいありますよ。ぜひ現地で食べてください。